グルタミンは、アミノ酸の一種で、2アミノマイナス4カルバモイルラク酸のこと。即座にアミドを有し、グルタミン酸のヒドロキシトをアミノ元に置き換えた構造を持つ。酸化水分解によりグルタミン酸となる。略号は GLN あるいは Q で、2アミノグルタルアミド酸とも呼ばれる。グルタミンとグルタミン酸の両方を示す3文字。略号は GLX。 一文字略語は Z である。動物では細胞外液に多い極性無電化側鎖アミノ酸、中性極性側鎖アミノ酸に分類されるタンパク質構成アミノ酸の一つ。皮質アミノ酸だが代謝性ストレスなど異化機能の更新により体内での生合成量では不足する場合もあり、純皮質アミノ酸として扱われる場合もある。1870年頃に エルンスト・シュルツが発見した RNA のコドン化及びキャグによって高度される。窒素代謝においても重要であり、窒素固定で生成したアンモニアはグルタミン酸をグルタミンに変換することによって有機化合物として同化される。この変換を行う酵素はグルタミンシンターゼと呼ばれる。グルタミンは多くの化合物の生合成において窒素源として用いられ、 これには、プリンやピリミジンなど、他のアミノ酸も含まれる。グルタミン酸より、グルタミンシンテターゼの作用により構成される。運動やトレーニングの後にはグルタミンを補給することが推奨されているが、これはグルタミンが運動後の免疫抑制を軽減したり、グリコーゲンの回復を促進する効果が報告されているためである。いくつかの研究によって、グルタミンの機能と効果が、 明らかにされており、グルタミンを添加した食事と腸の機能、すなわち腸管の防御機能、腸細胞の増殖及び分化、排血症への感染率の減少を関連づける証拠が提出されている。このような洗浄効果は腸がグルタミンを他のアミノ酸より早く吸収することに由来すると考えられており、内臓の状態を整えたいときにグルタミンを 用いるのが良いとされる理由となっている。これらの効果はグルタミンを添加したものとしていない、食事をとった後の結晶濃度を比較した結果から発見された。しかし、グルタミンは洗浄作用、効果を持つと考えられてはいるが、様々な食品中に異なる濃度で含まれるため、臨床での効果がどの程度得られるかは不明である。グルタミンには、 下下手術後の傷の回復期間を短縮する効果があることも知られている。腹腔部を手術した際、患者にグルタミンを含む高カロリー有液を行うと入院の期間が短縮される。臨床試験によってグルタミンの投与を含む両方で処置を行うと窒素バランスが向上し、投与を行わなかった場合に比べ、下流球におけるシステニルロイコトリエンの生成やリンパ球の回復。 腸の透過率に向上が見られること、また副作用がないことが明らかにされている。グルタミン製剤はアメリカ食品医薬品局による胎児危険度分類でカテゴリ C に分類されている。これは動物実験において胎児への有害性が確認されているものの人に対する十分な研究がなされていない物質に対する分類であり、グルタミン製剤の妊婦もしくは授乳期の女性への 東洋安全性が確立されておらず有益性が危険性を上回っていると医師が判断した場合にのみ行われる。ありがとうございます。